吹きガラスと陶芸体験ができる創作スタジオゆくりて。ゆくりてという名前の由来は、人の縁、ゆかりを意味する古語ゆくりと人の手を合わせた言葉で、心のこもった手作り作品と人々を結びつける場所でありたいという願いが込められているそうです。吹きガラス作家湯木勝也さんと陶芸家渡辺孝子さんの夫婦で運営しているスタジオなんです。スタジオの一角では2人の作品の展示販売も行われています。作家と作品に出会えるだけでなく、制作現場を間近で見ることで創作活動の楽しさや大変さを肌で感じられる空間となっているんです。そして魅力的なのが体験教室。吹きガラスと陶芸、それぞれの作家が講師となり丁寧に指導してくれます。手作り作品の魅力に直に触れてみてください。